エモエモ、こんにちは、エモコです。今回は新しいお絵かきパソコンを作りたいと思います。パソコンって作れるのと思う人もいるかもしれませんが、パソコンの中のパーツは単品でも売られているので、好きなパーツをプラモデルのように組み合わせて誰でも簡単に作れるようになっています。最近は半導体不足の影響でパソコンの値段が上がっているので、今パソコンを作るのは時期が悪いのですが、仕事で使うものなのでなるべく妥協せずに最強のお絵かきパソコンにしたいと思います。それでは行ってみましょう。パソコンを作るときはまず CPU というパーツから決めるのですが、今回は一般向けの CPU の中で一番高性能な AMD の Ryzen 9 5950X を選んでみました。 CPU はパソコンの制御や演算をするパーツで、人間の脳に例えられることも多いのですが、今はインテル入っているで有名なインテルの CPU よりもライバルの AMD の方が高性能なものを出しているようです。ただ AMD の CPU は動画編集のようなクリエイティブ系のソフトと相性があまり良くない噂もあるので、今回は AMD の CPU でもちゃんとお絵かきや動画編集などのクリエイティブな作業ができるのか検証したいと思います。箱に16コア32スレッドという数字が書いてありますが、この数字が大きいほど複数の処理を効率よく行えるので、いろんなソフトを同時に起動して作業することが多いクリエイター系の人は CPU のコア数が多いものを選ぶといいと思います。 CPU の次はマザーボードというパーツを CPU の種類に合わせて選ぶのですが、今回はアスロックの X570 クリエイターというクリエイター向けのものを選びました。クリエイター向けのマザーボードはゲーミング PC のように虹色に光ったりしないので、作業に集中するためにパソコンを光らせたくない人にもおすすめです。マザーボードはいろんなメーカーが出していて、 ASUS のプロアート B550 クリエイターも気になっていたのですが、まだ日本で売られてなかったので見送りました。このマザーボードは2年前の製品で少し古いので、組み立てる前に BIOS という制御ソフトを最新にしておきます。それでは組み立てていきたいと思います。パソコンは精密機器なので、作業するときはこのような静電気防止手袋をつけた方がいいようなのですが、パーツが手袋に引っかかってピン折れするのが怖いので、私は静電気に気をつけながら素手で組み立てることが多いです。 CPU の三角マークをマザーボードの三角に合わせて取り付けた後、留め具を下げて固定します。次はストレージを取り付けます。ストレージはパソコンのデータを保存するところで、ハードディスクドライブとソリッドステートドライブの2種類あるのですが、 SSD の方がデータの読み書きが早くて、パソコンの起動やアプリの動作が速くなるので、今回は PCIe4.0 に対応した一番速いのを選んでみました。ハードディスクは安くてたくさんのデータを保存できるのですが、データの読み書きが遅くて作業効率が落ちてしまうので、よく使うデータは SSD に、あまり使わないデータはハードディスクに保存するといいと思います。ここからはケースに入れて作業します。最近のケースは横が透明になっていて、中身のパーツを光らせて楽しめるものが多いのですが、机の上で光られると作業に集中できないので、今回は中身が見えないケースにしました。このケースはデスストランディングというゲームのコラボ商品で、ディファイン7コンパクトという人気のケースが元になっているので、初心者の人でも組み立てやすいと思います。デザインや色がかっこいいので気に入りました。次は CPU を冷やすクーラーを取り付けます。パソコンで重たい作業をすると CPU がすごく熱くなるので、ちゃんとクーラーで冷やさないと処理落ちや故障の原因になってしまいます。クーラーは風で冷やす空冷と液体で冷やす水冷がありますが、水冷の方が少し高い分よく冷えるので、今回は水冷にしました。ここに CPU の熱を伝わりやすくするグリスが塗ってあって、このまま使ってもいいのですが、今回は熱伝導率の高いグリスに塗り替えて冷えやすくします。 CPU にグリスを塗ってクーラーを取り付けます。ファンはケースの前側に取り付けて、前から取り入れた空気を後ろのファンから逃がすようにします。クーラーを取り付けます。クーラーを取
り付けたら、次はメモリを取り付けます。メモリは作業中のデータを一時的に置いておく場所で、メモリ容量が多いとお絵かきするときにレイヤーをたくさん使えたり、動画編集するときにアプリが落ちにくくなります。私はかなり余裕を持って 64GB にしましたが、お絵かきやフル HD の動画を編集するくらいなら 16GB 以上あれば大丈夫だと思います。ケースから伸びているケーブルをマザーボードにつなぎます。ケーブルは裏表があるので、説明書を見ながらちゃんと正しい向きで差し込みます。ケースに電源を取り付けて電源ケーブルもつないでいきます。電源は前のパソコンで使っていた 850W のプラチナ電源を使い回します。最後にグラフィックボードを差し込みます。グラフィック周りの処理をするパーツで、このパーツが高性能だとポリゴン数の多い 3DCG の表示や動画の書き出しが早くなるのですが、今回は NVIDIA の GeForce RTX 3080にしました。本当は MSI の3090が気になっていたのですが、売り切れで買えなかったので、運よく在庫を見つけた ASUS のを買いました。最後に GPU に電源コードをつないで完成しました。試しに起動してみます。ちゃんと動くか緊張する。動いた。パソコンを作るのは久しぶりでしたが、一発で起動できてよかったです。パソコンでお絵かきするときは別売りのペンタブがいるので、以前案件でいただいたイオンの液晶ペンタブレットをつなぎます。画面が大きくて作業しやすく、そのままモニター代わりにもなるので気に入っています。実際に新しいパソコンを何日か使ってみたのですが、今のところ心配していたクリエイティブ系ソフトの不具合も起きておらず、快適にお絵かきや動画編集ができています。前のパソコンだと処理落ちしていたクリスタの重たい筆もサクサク動くし、動画編集ソフトのプレビュー表示が早くなったので編集作業もはかどりそうです。今のところソフトが落ちることもなく、快適に作業できているので安心しました。ただ最初にも言ったように、今はパソコンの値段が上がっていて、全部で60万円くらいかかってしまったので、これからパソコンを買う人はつくもやドスパラのようなパソコンショップでゲーミング PC やクリエイター PC を購入した方が安く買えると思います。だいたい20万円前後のものなら、お絵かきや動画編集くらいなら十分快適にできると思うので、よかったら参考にしてみてください。今回はコスパとかを考えずにいいパーツばかり買ったせいで60万円くらいかかってしまいましたが、そのおかげで最強のお絵かきパソコンができたと思うので、これからはこのパソコンでお絵かきや動画編集を頑張りたいと思います。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。